1966年の阪急ブレーブスでは、1966年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の4年目のシーズンである。前年球団初のリーグ優勝が期待されながらも4位に、終わったチームは、法政大学の長池特使をドラフトで獲得して、打撃陣の強化を図るが、 それ以外の戦力は前年と不変だった。2年ぶりの A クラス入りが期待されたが、前年 B クラスの影響もあって近鉄との再会争いが続いた。8月以降は成績が上向いて、東京と4位争いを繰り広げるが、前年から順位を一つ落として5位で終了した。投手陣は、先発4本柱のうち米田哲也が25勝を挙げて最多勝を獲得し、 足立光弘や石井茂思に桁勝利を挙げるも、梶本隆トが開幕から勝てず、防御率3点台ながら、わずか2勝にとどまった。打撃陣は、本類だが、前年の130本から89本と、リーグ最下位に転落し、打率も、229で、リーグ5位と、過去2年間と違って頻打にあえいだ。シーズン終了後、西本監督は、 周期キャンプで俺を辞任させるか続投させるかどうかお前たちに一任するとして前代未聞の監督信任投票を行わせた。結果はが多かったが罰や白票も目立ち西本監督は小林米蔵オーナーに辞表を提出。しかし小林オーナーが来シーズンも西本監督で行くと発言して西本監督の続投が正式に決定し 翌1967年の初優勝につながった。ありがとうございます。